吉田さんお疲れ様です、〇〇だからっていうタイトルだからね、なんかなと思ったんですけども、これはね結構あるんですよ。あのできないからやらない人っているでしょ、わからないっていう答えもあるでしょ。結構ねそれはねまずいなと思ってるんですよ。あのできないことほっといてできる子できるようにはならないですしね、わからないことをほっといてわかるようにならないんで、やっぱまああれですよね、まあわからないって言えば一番簡単なんですけどもね、やっぱその中でも間違ってもいいから回答を求めていく姿っていうのが、まあ、ビジネスとか信頼につながっていくんだろうなと思いますよね。だから時間がなかったとかね、経験がなかったとかね、忘れていましたとかね、やっぱ会っちゃいけないことかなと思います。そのたんびにやっぱり誰かに負担もかかるし、チャンスも逃すし、いいことはないですよね。まあ、そもそもそんなに難しい難題が人生に降りかかることってないはずなんで、何なんだろうとか思うところもあるし、まあビジネスとかねしてると、まあビジネスって言ったら偉そうですけども、毎日自分の食い節稼ぐの当たり前なんで ね偉そうに言うことじゃないんですけどね、1日に1万とか2万稼ぐっていうのはね、そんなに大したことじゃないですよね。やっぱりそれ稼がないとご飯食べられないし、屋根のないところに暮らさないといけないしっていうことなんだろうなと思いました、まあ、今ねちょっとね業者さん来たんですよ、どなたかちょっと覚えてないんですけども、なんか外壁かなんか見てもらったと思うんですけども、本当覚えてないんですよね、でもやっぱりそういう覚えてもらってるかもらえてないかっていう小さいところほど一生懸命で、なんとか印象に残そうと思って寄ってくれるみたいなところがあってね、まあ、あれが本当仕事だろうなと思いますよね。なんかなるべく楽して手を汚さずに自分の得意分野で勝負したいって誰でも思うんですけども、その道はもう塞がれてるってことなのかなと。やっぱ未知の領域に手を出していかないとかな、じゃそんなとこじゃないですか、まあ、第一生命ね4万超えましたよ、ついにすごいでしょ、10日目で4万超えたというね。もうだからあと見えたなと思いますけども、逆に言うとこれね前半で結構飛ばすと後半っていうのはもうそもそも私のメディア見てる人はみんな登録してるよっていう人か、もうタイトル見ただけですっ飛ばす人なんで、相当上手にコピーを切り込んでいかないといかんですね。1月はねお年玉なんとかっていうのでもいいんですけども、2月はなんだみたいな、もうあんまりお庭は外ですかね、金はうちとかね、まあいってらっしゃいです。